全日本綱引き選手権大会は、日本綱引き連盟が主催する綱引きの全国大会である。第1回は1981年に開催。以来関東圏の会場で毎年行われている。2020年は、新型肺炎感染拡大を受け中止。当初は2月に開催されていたが、第18回以降は、幾度か3月開催だったり2月開催の時期があり。 現在は3月となっている。大会は男女ともグループリーグ方式を採用。1984年の第4回大会から1990年の第10回大会までは日清食品 TBS スポーツ日本新聞東京本社の公演で日清カップ全日本綱引き選手権大会をして開催した。その後2000年の第20回大会から2003年の 第23回までは、大正製薬の公演で、リポビタン D カップ全日本綱引き選手権大会、として開催した。その後、アサヒ、飲料、アシックス、イムラや、グループ、住友生命、山崎製パン、リラックス、SPC グローバル、ワールドウィング川崎、アップルパークなどが公演に名を連ねた。大会の模様は、NHKBS1 で放送されている。 NHK で放送する前は TBS をキー局に JNN 加盟局のほか、加盟局でないつぼね、独立局を加えて全国ネットで中継した実績がある。男子優勝回数女子、優勝回数男子連続優勝回数女子連続、優勝回数。ありがとうございます。